板たは、琉球時代の沖縄県での成人男性の髪型である。よろしわんちょう保障造頭頂部で言わゆる双髪の曲げで、士族の男子は15歳になると幻服して髪を、ゆいかんざしを刺して、冠をいただいた。言った髪型を小さくまとめることが上品とされたため、頭頂部の髪の毛を中剃りすることがよく行われた。この小さくまとめるための中剃りとは、 現代の大相撲力士の一部でも行われていることである。歴史書、九尾に載せられた伝説によれば、春天王は右瓶に角のようなこぶがあり、それを隠すために右側に曲げをゆい、人々もそれに習ったという。15世紀半ば、画層雪舟が中国名へ渡航した折に出会った諸国人を描いたとされる。 国々人物図鑑には、琉球人も描かれているが、頭頂部ではなく後頭部片側に言った髪型である、ことが確認できる。那覇に居住した、下京集落の東久氏は、中国の衣装、髪型そのままで暮らしていたが、民が真に滅ぼされた、直後の順次行員、琉球式の修俗に従ってその衣装、髪型を改めた。板たを頭頂部へ言うようになったのは、 この時からであるとされる。本土での断髪例は明治4年であるが、沖縄では明治12年のいわゆる琉球処分による廃藩地県で沖縄県が設置されて以降のことである。本土と同じく罰則があったわけではないので、明治30年代まではよく見られたという。ありがとうございます。